これまで比例、反比例、そして一次関数という3つの関数の形をやりました。ここでは y、y イコール ax の2乗、y は x の2乗に比例する形の関数を見ていきます。まずは、この問題を通して y、y イコール ax の2乗の関数がどんなのかというのを見ていきましょう。問題を読んでみます。右の図のように、縦の長さが横の長さの2倍になっている長方形、abcd がありますよと。 AB の長さが xcm の時の面積を y 平方センチメートルとして次の問いに答えなさいと。一番は y を x の式で表しなさい。で、この長方形の面積は今 ab が x になっていて面積が y 平方センチメートルだな。長方形の面積は縦×横で求められるから縦の長さが分かれば y を x を使って表すことができますよと。 じゃあ、縦の長さいくらいになるか。ここに書いてあるよね。縦の長さが横の長さの2倍。2倍になるから、縦の長さっていうのはこの x の2倍で 2x になるはずだよね。なので、1番。y の面積っていうのは x×2x で表せると。なので、2x2 乗。ちゃんと書くと、y イコール 2x の2乗になりますよと。じゃあ次、2番行ってみましょう。 二番は1で求めた式から下の表の空欄を埋めなさいっていうのが問題です。表の中には x の値が入ってて、x の2乗をまず埋めると。次に y を埋めていくよね。まずは x の2乗を埋めていきましょう。x が0の時、x の2乗っていうのは0やね。1の時1、2の時4、3の2乗は9、16、25になるよね。じゃあこの式、y コール 2x の2乗なので、 y はって言われたらこの x の2乗2倍していったらいいはずね2倍したら0242が8 9 1 8 3 2 5 0になりますよこれで表を埋めることができました今までの関数と同じようにこの表の中で数字の xx2 乗 y っていう変数の関係を見ていきましょう今までの関数っていうの x と y の中に関係があったね 例えば x が1から2に2倍になったらこっちも2倍になってたと。でもこれ4倍になってるよね。これ x が3倍になったらこっちは9倍になってますよとここにはちょっと関係はありそうやねんけど分かりにくいよね。でこの x の2乗っていうのを見てみると x の2乗が4倍になった時に y も4倍になってるよね。 9 9倍になった時に9倍にににななっったてるよね。これま式を見たら当たり前のことで y っていうのは x の2乗に比例してるよね掛け算になってるからなので x の2乗がま2倍3倍ここでは4倍9倍になってるけどその時には y も4倍9倍になるってことやねこれが y は x の2乗に比例するっていうことなんよ。大丈夫 y は x に比例しているっていうのは比例の関係だよね。それは y イコール ax で表せましたよと。これは比例です。じゃあこの y は x の二乗に比例する関係っていうのの式の形は ax 二乗になるはずだよね。そうやって見てみると一番も y イコール 2x の二乗っていうふうに ax 二乗の形に当てはまっています。これが y は x の二乗に比例する時の式の形です。 関数 y ax の2乗ですで。この時にも同じようにこの a のことを2乗だけど比例しているので比例定数っていうふうに呼びますよと。ここからはこの y=ax の,の関数について順番に勉強していきます。